11月20日土曜日、今週もミーミー始まりました。今週は浴衣でお届けします。はい、夏だね。夏一気にですね、テンション上がりますね。はい、うん、もう始まる前からたくさん写真撮ってるからトントントン、そうです。しかもさっきさ、写真撮ってさ、あーうちら可愛いって言ってた。いや当たり前じゃないですか、可愛いですよ。何言ってるんですか。いやちゃんとプロのヘアメイクさんにしっかりとね、やってもらって。もちろんそこもそうですけど、もともとが私たち可愛いんですから、そんな気分にさせてくれるんですよ、浴衣は。そうなんです、はい、そうなんだよね。はい、せっかくだから浴衣についてのお話もっとしたいなと思うんだけど、私は浴衣に着てお出かけとか、まあちょっと贅沢言えばデートとかしたいわけよ。いや贅沢も何も全然贅沢ではありませんよ。そうなの。はい、できます、できます、できますよ。あ、そう、もう今日この後このまま行くこともできますし誰と浴衣デートとかはこれまでにしたことあるけど、その男性が浴衣着たりとかジンベエ着て、一緒に出かけるっていうことはなかったかも。それがやりたい。申し訳ございません、そんな裏山デート私経験がありまして、お、本当も大昔の話であんまり旦那には言えないんですけど、ちょっと内緒なんですけど、初めての浴衣デート でなおかつ初めての下駄デビューだったんですね。もう後半戦足がすごく痛くて、あーちょっと指がでも言えないぐらいの初々しい中だったから、いよいよちょっと我慢の限界が来て、ごめんねってちょっと足が痛くて恥ずかしいんだけどって言ったら、そうなのって、彼が急に自分のしっかり島ぞり入ってたんですけど、島ぞりバーって抜け出して、はい、これ履いて、え、優しい、ゆっくり歩いて一緒に帰ろうねって言って、手引いて帰ったことがあったんです。裸足なんです、そう。で、痛くないのって、いや、さっきの痛さよりは全然だよ。え、言ってくれたの、その方ありがとう、一生大好きって言ってたんですけれども、はい、という結果でございます。そりゃそうよ、すいません。この間東京でお祭りの司会をすることがあったんだけど、着ようかなと思って来たわけ、いや涼しかった。よかったね。でもなんか最近の浴衣って本当に帯が作られてたりとかして、あ、そうだね、すごくね着やすくなってるよね。確かに、そう着付けもねちょっと頑張ればそうなんだよ、できると思う、簡単にできるからね、おすすめ。いいね、この夏ちょっと浴衣着てお出かけいかがでしょうか。ということで、そろそろ最初のコーナー参りましょう。グルメナビです。コッコちゃんよろしく。いやー、もう暑いです。ここに立ってるとすんごい暑いんですけど、やっぱこの綺麗な海を見てるとなんだかタコスが食べたくなってきますね。さて、今回ご紹介するお店にも美味しいタコスがあるそうですよ。楽しみですね。それでは行ってきます。グルメナビ、今回紹介するのは北谷町宮城にあるレストラン、ヤマヤンテーブル。オープンは今年4月。海の近くのみんなで集まれる場所として評判の店です。お店自体はアメリカンがメインで、あとはメキシカン料理もちょっとあるような内容の、メニューを用意しているお店になります。まあ、開放的なお店っていうのを一番に目指していたので、はい、全部窓にしてテラスもちょっと広めに、ここは結構こだわって、はい、作った部分になります。いろいろな食文化の方が楽しめるようビーガンメニューも揃えていて、そんなところも嬉しいおもてなしです。まずはお肉もたっぷり使った人気のタコスを紹介です。こちらお店で一番人気のスマッシュバーガータコスです。もう香りもすごいんですけど、見た時のこの彩りの綺麗さ見てください。なんかカラフルで可愛いですよね。で、中にはこのレタスだったりチーズ、そしてやっぱお肉で、このハラペーニョも結構大きいサイズで入ってますよ。かけているのはオリジナルのサルサソース。トマトをベースにした程よい辛みが効いたソース。それでは早速いただきます。すごい、お野菜も全部一気に入るんですけど、口にお肉のいい香りがすごい引き立ちます。
通のタコスと違ってお肉をプレスしてスマッシュさせたものを使っている料理になるんですが、結構歯ごたえがある美味しいぎっしりとした形のタコスになっています。スマッシュバーガーとはパティをギュッとプレスして焼き、それを挟んだハンバーガーのこと。旨味が肉に閉じ込められよりジューシーに仕上がると発祥の地アメリカでも注目のバーガー。それをタコスに取り入れたのがこのメニューです。生地のトルティーヤは外がカリッと中がもちっとした食感でタコス好きも納得。それにしてもいろんな具材が入っていますね。オリジナルのスパイスとマヨネーズも自家製のマヨネーズで、乳製品使ってないマヨネーズを一からシェフが作って、もう素材の味をそのまま楽しめるようなシンプルな料理っていうのがその特徴かなと思います。がっつりとしたタコスなので2ピースでも満足。店の人気メニュー、ぜひ食べてみたい。がっつりメニューということでもう一品紹介。ランチスペシャルプレート、フライドチキン、フレンチフライ、バーベキュープルドポーク、コールスローをワンプレートにしました。いいものを全部並べたプレートっていう形で、はい、ランチで出させてもらってます。当初は単品で出していたバーベキュープルドポーク、豚の肩ロースを低温で長時間煮込み、マカロニとチーズ、オリジナルバーベキューソースをかけた一品。試したい美味しさです。ペロリといけちゃいます。はい、私も大好きですいっぱい試食させてもらっていっぱい食べました。さて、店ではビーガンメニューもあるとのことで、パスタを用意していただきました。その名もビーガンボロネーゼです。ボロネーゼなのにビーガンの方でも食べれるということで、でもどう見てもなんかお肉がたっぷり乗ってるように見えますよね。お肉のように見えるのはソイミート、それに細かく刻んだキノコ類です。キノコは3種類ぐらい入れさせてもらってるんですけど、結構固めにカリカリになるくらいまでフライパンで炒めて、食感もちょっとお肉に寄せた形の、はい、ものになってます。お肉を使っていないボロネーゼ、どんな美味しさでしょう。うん、美味しい。この噛んでいくと、このキノコのキノコ類の風味っていうのも感じられて、それがとっても美味しいんです。結構やっぱビーガンじゃない方とかって、ビーガンっていうと結構こう抵抗ある方っていらっしゃると思うんですけど、味付けが本当に本当のボロネーゼの味に寄せているのと、お肉の食感を出すような形で工夫しているので、食べやすい商品になっているかなと思います。外国の方も日本の方もビーガンメニューを求める声は多いようで、こちらも評判のメニュー。見た目も味もボロネーゼ、皆さんもいかがですか。デザートにキャロットケーキを紹介。こちらもビーガンメニューです。ビーガンのものにもなるんですけど、スポンジと上の方にビーガンチーズって言って、ナッツ類を使ったチーズになるんですが、こう一緒に食べると結構飽きない。甘さもちょっと控えめなものになるので、結構コーヒーと飲んでもう全然ペロリと全部いけちゃうような、はい、ものになってます。このなんかしっとりしたケーキになっています。これローケーキらしくて、スプーン入れた時に滑らかな感触になってます。生地の部分も
もちろん動物性のものは入っていません。すごい風味がいい。ココナッツの香りが口にふわって広がってすごく美味しいです。でなんか後から人参のほんのりした甘さだったり風味もくるんですけど、とっても美味しいです。デーツを使ったものになっていまして、結構デーツの甘みとかがあのキャロットケーキの甘みになっているので、自然な甘みが楽しめるかなと思います。コーヒーと一緒に上品なケーキ、食事制限していない人にもおすすめしたい一品です。豊富なメニュー展開でお客さん飽きさせないヤマヤンテーブル、チャタンに寄った際は覗いてみてください。こちらは au Pay が使えます。お得にポイ活してみてください。いいですね、スタイリッシュなお店で、かっこいいなと思いましたけれども、ね、メニューも豊富だったね。そうだよね、だからお肉メニューもあるしビーガンメニューもあったから、いや嬉しいですね、ビーガンメニューあるの ね、ぜひ皆さんも足を運んでみてください。さあ続いては青の1分美ボディです。青くんよろしく。おはようございます。青の1分美ボディを担当するトレーナーの青です。よろしくお願いします。今回はですね、2024年も半分が過ぎたということで1月から6月の総集編をやっていきたいと思います。で今回は下半身を中心とした大きい筋肉を使って脂肪燃焼をメインとしたトレーニングをご紹介していきたいと思います。はい、それでは本日のアシスタント雪乃さんです。お久しぶりです。はい、早速なんですけれども、総集編ということでまずはワイドスクワット、そしてクロススクワット、で最後ジャンプスクワットをやっていきましょう。はい、それではまずワイドスクワットをやっていきます。これ1月やったやつなんですけれども、足を大股一歩分開いていただいて、つま先と膝の角度は同じ角度で開きます。だいたい45度から60度ぐらいをセットしていただいて、後ろに椅子があると思って斜め下にお尻を落としていきましょう。いきます、せーの、落として、この時に膝が内側入らないように開きながら、でまた上がります。でお腹の力も動作していく時に抜けやすいので、お腹もしっかり力を入れた状態で吐きながら呼吸いきましょう。グッ、ラスト、せーの、グッ、はい、 OK です。ナイスナイスナイス。で続いてなんですけれども、ちょっとレベルアップしていきます。次はクロススクワットやっていきましょう。はい、実際に先ほどのスタンスを取って、まずは片足、左足を前に出しましょう。で右足をクロス、交差していきます。で交差することですごいバランスが不安定になるんですけれども、しっかりこれで重心を落とすことで体幹を鍛えながらも、内ももとお尻を鍛えることができます。でこの時に先ほどのようにお尻をちょっと引いていきながら重心を下げていきましょう。一回いきます、せーの、グッ、そうです、で上がる。はい、でお尻を引くために上半身はある程度前傾姿勢、前かがみになります。猫背になるわけではなく、まっすぐの姿勢でここから折りたたんでいくようなイメージで前傾していく。そう、ナイス、せーの、1、はい、ラスト、せーの、2、はい、OK です。はい、それでは最後、ジャンプスクワットをやっていきましょう。元気よくやっていきましょうか。はい、これは、今まで1月から6月までのメニューにはないんですけれども、ぜひこの夏7月ということで、一緒にやってみましょうか。一番ダイエットに効果的です。それでは最初のワイドスクワットのポジションを取っていただいて、そう、ちょっと大股気味のスタンスで、そう、つま先と膝は外側に行きます。で重心を下げた時にこれが助走になるので、この助走を生かして重心を弾いてジャンプしていく。そう、まず重心を下げて助走をつけて手を弾きながらジャンプしていく。そう、そうそう、これぐらいでいいです、これぐらいでいいです、これぐらいで。ジャンプしすぎないでいいので、地面から足を離してソフトにタッチしていく。これ一番痩せます、カロリー消費最適。あと2回、1、ラスト、はい、 OK です。ナイスナイス。雪乃さんきついですね、これは痩せますよ。皆さんも一緒にやっていきましょうか。
はい、皆さんいかがでしたでしょうか。この下半身の総集編、ワイドスクワット、クロススクワット、そして最後にジャンプスクワットなんですけれども、トレーニング自体は実際に10回です。10回の3セット で、 できる方は3日に1回で、厳しい方は週に1回だけでも効果的なので、僕を信じてやってみましょう。そしてですね、このジムの方でも僕と1対1のトレーニングをしていたり、僕のインスタグラムの方でフィットネスや健康や自分磨きについていろいろ発信しているのでチェックしてみてください。そしてですね、次週は実際に細かいトレーニングだったりストレッチをやって美に直結するような総集編後半戦をお送りしたいと思うので、ぜひ次週も見てみてください。それではまた次回お会いしましょう。今日もキレッキレな筋肉でお美しかったでございます。お美しい、はい、私ももう久しぶりにトレーニング、ちょうど2日前かな行きまして、今もう絶賛筋肉痛でございます。いいじゃん。でもこの筋肉痛がまたたまらなくなってくるんだよ ね。 そうだね。その息来ました、ゆりさん。来ましたよ。いや本当にね、もう今夏だからやらなきゃじゃなくて、やって当たり前でしょみたいな感じになってるので、ストイックですね、引き続き頑張ります。はい、はい、皆さんもぜひ美ボディ目指してください。そして今週の衣装協力はアンティーク着物パノマイです。和の情緒あふれる水色の絞り浴衣、さまざまな絞りが施されていて贅沢な一枚。アクセントのピンクの小花がかわいい。帯にはグリーンの花柄がキュートな総柄帯をチョイスしました。ピンクと黄色が可愛らしい雪花絞りの浴衣、型染めにはない絞り染め特有の柔らかな表情が女性らしさを引き立ててくれる一着。帯はトーンを合わせた柔らかい印象のパープルとゴールドをチョイスしました。肌触りと透け感が夏らしい朝顔の浴衣、爽やかな青色の帯を合わせてシックな装いに。帯を裏面にするとシルバーのビーズのアクセントもあり、華やかさをプラスしてくれますよ。いや先日さ、はい、ついに夢が叶いまして、母との、まあ、母子旅行に韓国に行かせていただきました、はい。うん、でもね、母と2人は自信がなかったので、喧嘩しそうだなと思ったそう、母の友人も連れて3人で行ったんだけど、女3人旅だ、いいじゃん。本当にさ、女子会みたいな感じですごいキャッキャッキャッキャしながら楽しんだんだけどさ、うん、キョンボック、うん、まあ、韓国で有名なキョンボックに行ってきたんだけど、うん、まあ、そこではね、チマチョゴリをみんな着ていくっていうのが大体ね定番になってるんだけど。そうだね、うん、かわいい、めっちゃかわいい、めっちゃかわいい、なんかペアルックみたいな感じででなんか後ろ姿がすごいなんか少女みたいな、本当だね、本当に本当になんかキラキラしててすごい楽しそうにね、うん、ポージングもしながらそう、でも母との本当に旅行が初めてだったから、母のね、いわゆるそのコミュニケーション力にも初めて気づかされて、すごいんだよ。だって韓国に行ってさ、タクシーに乗るでしょ、ずっと日本語なのもちろん運転手も できないよって言ってんだけど、ずっと日本語で話しかけて、でもね、なんかすごいなんかコミュニケーション取れてて、最終的には運転手さんが演歌を流してくれて2人でデュエットしてたすごい、日本の曲流してくれたんですね。そう、もうとにかくやっぱり私がさ、結局先導を切って海外をこう案内しなきゃいけないわけじゃない、うん、やっぱり珍道中になるわけですよちょっとすごい気になる。さらに最初までは一生懸命気合入れてやってました、はい、帰りです。私このゲートね、飛行機に乗るゲートあるじゃない、うん、そのゲートをずっと24で探してたのよ、うん、で24がもうずっと先なの、もう超遠くて、ね、うちの母ももう77歳と74歳のおばだから、いや遠いねって言いながら、でちょっとお手洗い行きたいからって、あ、じゃあ2人行ってきてと。でもその時点でもう15分前なのよ、一応まあまあギリギリじゃない、結構ギリだな、そう、怖くて、じゃあちょっと確認してくるから、うん、念のためって言って24のとこ行ったら、うん、真っ暗、飛行機はない誰もいない、まさかさってなって、とりあえず近くにいる清掃の方に OK っつってそしたら、うん、オーマイガー、私が見てた24は座席の番号だった、オーマイガーオーマイガーオーマイガーです。もう韓国の方がオーマイガーって言ったからそうですよ、韓国の方がそう、走ってーっつってビュンみたいな、え、どうした、あれ、あっちそろかったみたいな
すごくもう確認しながら行ったら、あー、オッケー、トレイン、トレインって言うわけ。トレイン、ターミナル違いか。トレイン、そう、やばいやばい。そうだよ、行きもトレイン乗ったわと思って、うちの母とおばの荷物持って二人に、いいって荷物私が持つから、とにかく全力出してってはいって走ってってまた走りをやっとね到着して3分前に席にあの座りまして、よかった、とりあえずセーフです。到着できてよかった、はい、でも私も斜め向かいに2人座ってんのよ、うん、でこう座りながら、もうエミちゃんよ知れてたさ、すごいねエミちゃんうちの母だからね、もうあんなラジオ人生であんなラジオ初めてさ、あーって二人が笑ってるわけ。77歳74歳のご高齢のお二人が、あでもいい親孝行だったと思います。だったかな、だったかな、夏の思い出ということで、はい、よろしくお願いします。はい、はい、ということで今週もお付き合いいただきましてありがとうございました。素敵な夏の思い出作ってください。来週も情報満載でお送りします。